トゥはい、始まりましたリエルの未来へトゥーゴーのお時間です。ごきげんよう、柴田リエルです。この番組は週2回お届けしております。毎週土曜日の3時からと毎週月曜日の5時から、毎回違うテーマでお届けしております。今月7月は私の誕生日月ということもありまして、いろいろな方が、サプライズゲストとしてお祝いに駆けつけてくださっている月です。7月の一番初め、塩沢教授来ていただきました。慶応義塾大学名誉教授であり、東京国際大学の学長である塩沢修平先生来てくださいました。先月来てくださった時は教授として、経済学のお話をしていただいたんですけれども、今月は聞き酒師という形で、来ていただいたんですけども、あれ本当に貴重な機会だったと思います。だいたい皆さんね、大学で講義を聞くとか、どちらかの会に参加された時に教授のスピーチなどを聞かれることはあるかと思うのですが、なかなか学生じゃない方で、塩沢先生のお声講義を聞くことがないですし、プラス聞き酒師としての、表に出ることはほとんどなさらないので、本当に誕生日プレゼントという形で来ていただいたんですけども、いつもと違う塩沢先生のお姿とトークを聞けたことは本当に秘蔵だと思います。2週間後に YouTube にアーカイブ上がりますので、皆様ぜひクリックして検索して見てみてください。そして、先日、今日土曜日ですよね、月曜日、あのおにゃんこクラブで皆さんよくご存知で、今は女優としても大活躍されている生稲晃子さんが来てくださいました。もう本当にあれもサプライズです。まさかね、遊びに来てくださったとは思ってなかったんですけど、本当に時間を割いて来てくださり、本当に嬉しいことでしたね。生稲さんとはもう16年以上ですかね、もう長い知り合いで、よくしていただいて仲良くしてくださってるんですけれども、生稲さん、月曜日は生稲さんが経営なさるお店のお話をさせていただきました。東京六本木で、経営をされて、鉄板焼きのお店をなさっている佐吉のお話をされたという話ですよね。そうだ、初めに今日オリンピック昨日から始まったんですよね。さっき素敵な画像を届けていただいたので、まずその、ブルーインパルス、これはね、私のオフィスからも見れる画像なんですけれども、古賀さんがプレゼントで素敵な動画を送ってくださったので、まず先それ見てみましょう。どうぞ。はい、ブルーインパルスですね。もう、このブルーインパルスは毎年お台場からはね見れる。ありがとうございます。ありがとうございます。アズリ代表の高橋秀樹社長からいただきました。本当にもう皆さんありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。さっきのブルーインパルス、毎年東京の台場からは見れる映像ではあるんですけど、まあ、今年は特に東京2020オリンピックのねデザインで、素敵なブルーインパルス、もう
なかなかね、こんな形で見れることはないと思うので、本当に貴重映像です。これもお誕生日もお祝いも兼ね、古賀さん送っていただきありがとうございます。貴重映像ですからね、皆さんこれ何度も見ていただいたらいいと思います。これちょうどね、選手村とかもある、東京のお台場の景色からですのでね、結構皆さん全国でも世界でも興味深い画像かなと思います。はい、ありがとうございます。で、そうですね、今月はたくさんいろんな方が来てくださっていて、生稲さんのお店、東京六本木にあります佐吉というお店の、ご案内をご紹介をさせていただきました。画像出ますかね。はい、今週月曜日7月19日月曜日に来てくださった生稲さんとの画像です。いや、もう久々でした。でもね、全然変わらないんですよね。すごいですよね。昔からずっと輝いてる、もうね、アイドルであり女優さんですからね、全く変わらないです。最近のね、アイドルさんとかもお見かけしたりとかするときに、でもなんか最近の方ってこう身近に感じるような雰囲気をお持ちの方が増えたなと思うんですけど、もう生稲さんあたりにもなると、もう変わらず、なんかやっぱ全然違いますね。身近な感じの親しみやすさは、ご本人のね、素敵な感じで接してくださるんですけど、もう雰囲気とかね、もう全然違います。お店に行ってね、先地でお店フードを運んだりとか、オーダーとか普通に取られてるんですけど、もう遠くにいてもそんな作業をされて、こうウェイトレスの形をされてても、もう全然雰囲気違うのでね、やっぱりさすが女優さんだなって、身近でますますと感じさせられた回でした。これも2週間後にまたアーカイブに YouTube 上がりますので、ぜひ検索してみてください。佐吉、ぜひぜひね、どのメニューもフードも美味しいので、ぜひ皆さん行かれて召し上がってみてください。生稲さん会えるかもしれないですよ。はい、そして先週の土曜日ですね。先週の土曜日はリーゼントヘアがトレードマークで有名な森田社長に来ていただきました。ブランドロイヤルの森田社長、これですね、本当に身近で見たリーゼントヘアも大きかったですね。で、このヘアスタイルはどうなってるのかなと思ってはいたんですけども、この回はチビロイヤルが担当されてね、チビロイヤル本当にろくでもないですね。本当にやってくれたという感じで、ひどいです。チビロイヤルなんて格好してんでしょうね、本当に。もうこの回はチビロイヤルがずっと仕切って放送してくれたんですけど、ひどいです。チビロイヤルのね、この始まスタート前の姿も画像にあるんですけど、本当に悪い顔してますよね。よくこんな悪い顔ができたもんだと 何を企んでいたのかというところですけども、さすが森田社長、寛大に器が大きい社長ですからね、笑って 終日過ごしてくださいまして、番組終わった後はね、怒られちゃうのかなってチビロイヤルも思ったみたいなんですけど、いやー、今日は楽しかったよ、本当に、こんなこと初めてだよって言って笑って、帰って 帰られたということで、森田社長、本当に器が大きいです。本当に素敵な社長です。ひどい頭ですね、これね。誰こんな頭にしちゃったんですかね。本当にひどい。ガシガシグイグイ、本当にチビロイヤル、本当に申し訳ございませんでした。本当にひどい頭にしちゃいました。でもね、これでね、明らかになりましたよね。皆さんね、いろんな、なんかこう、カツラじゃないかとかね、なんか植え込んでんじゃないかとか、いろいろね、巷では、誰も信用しない、なんか絶対あれ、地毛なわけないよっておっしゃる方が多くて、あらゆるメディアにもね、森田社長ゲストで、お顔出しされてるんですけど、どの局でも、どの番組でも、どのスタッフにも、タレントさんたちにも、皆さんが、もう聞くに聞けない、言うに言えないけれども、絶対地毛なわけないよ、っておっしゃられている日々だったようなんですけども、結果良かったです。チビロイヤルのおかげでね、解明できましたからね。まさに本当にもう身近で見たところ、全く本当に何も詰め物がなくて、植え込みもなく地毛でした。いやー、喜寿ですよ、喜寿。
本当にね、本人40代に見えると思ってるんですけどね、喜寿ですよ、喜寿。いや、喜寿であのね、地毛、毛量、あと、髪もね、すごいキューティフルでね、すごいしっかりしてるんですよね。若さは、すごいです。素晴らしいと思いました。森田社長、ありがとうございました。そして、森田社長、当日ね、新宿でブランドロイヤルのショップをね、買取王で有名なんですけども、新宿で皆さん、高島屋の隣にありますからね、皆さんご存知の場所によくあると思うんですけども、その動画いただいているので、ちょっと見てみてください。買取王ロイヤルです。なんと買取査定20%アップ。買取査定20%アップ。郵送買取もやっております。はい、森田社長、この番組をリエルの未来へ to go 見たと言って、お店にブランド品など皆さんがしまい込まれてたりとか、もう使わないとか思ってらっしゃるものをまとめて、1個でもいいんですけど、1個からでもお持ち込みされると20%にもおっしゃってましたけど、この番組見た方は21%にしてくださるそうなので、ぜひぜひ、期限はね、なんかおっしゃってませんでしたからね。 あえてそこは聞かなかったんですけど、私は 期間限定にしてないので。 リエルの未来へ to go 見たと言って、いつでも持ち込まれたら21%は最低高く買い取ってくださると思います。あとは皆さんの持ち込まれた方の交渉術ですからね、最低21%ですかね、もっともっと高く買い取っていただいたらよろしいんじゃないかと思います。そして、数々ね、高島屋さんの隣の店員さんがね、隣でブランドのお店にいらっしゃって、買い物なさったりするようなので、高島屋よりもたまには掘り出し物で新品のいいお品が奥から出てくるかもしれないので、その辺もお話をしてみると、もしかしたら森田社長の持たれているブランド品のいいものが、掘り出し物が手に入るかもしれないですよ。そして何かプラスアルファプレゼントなどもいただけるかもしれないので、ぜひぜひこの番組を見たと言って、新宿にありますブランドロイヤルに行ってみてください。はい。そして今日は私単独の回なんですけれども、私のリエルグループではあらゆる業務を行っておりまして、世界的有名なドクター中松の販売店の会だったり、再生医療の、健康美容、若作りではなくて若返りの、ケアなど、皆さんにいろいろなお手入れの方法、健康になっていただく方法などをお伝えしている会だったり、護身術クラブマガ、私が日本で女性では唯一、インストラクター資格を取得している護身術クラウマガの会として、皆様に健康法や護身の方法なども、時事ネタニュースを用いた状態で皆さんの分かりやすい形でお届けする会だったりで、毎回違うテーマでお届けしているんですが、今日はドクター中松博士の会です。では中松博士、こんな方どうぞ。ドクター中松博士です。世界的有名な発明家です。東京大学卒業で、今国際創造学者というふうな肩書きもお持ちです。ハーバード大学では地球上で最も日本で偉大な方ということで評価されている方です。博士、何の博士かというと、5つの博士号をお持ちです。普通ね、博士号ってもう1つでも十分素晴らしくて大変なんですけども、5つの博士号をお持ちです。工学博士、法学博士、医学博士、理学博士、人文学博士、5つの博士号を持つ博士先生ですね。ドクター中松博士、今年2021年6月26日、626の日にですね、93歳を、満93歳をお迎えになって、で誕生日を迎えになり、その日からまあね、今数え94歳の1年を送っているところなんですけれども、変わらず毎月あらゆる新しい発明を未だにどん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 作られて
特許を取られております。先日、発明新商品発明の新商品発表会がありまして、記者会見がありました。その時に一緒に写真をいただいたんですけど、こんな感じ。もう若いですよ。94ですよ、今年。94の年でこの肌ツヤ、元気はつらつですよ。もうおしゃれにもね、もう貪欲ですし、素晴らしいです。うん、元気はつらつですよ。もうね、物忘れするとかね、もうお年からしてここボケてたり物忘れしたりとか、そういうこともあっていいんじゃないかなって思われるかもしれないんですけど、全く無縁で、もうすごいです。いろいろ同時にね、いろんなことをお考えですしね、私たち分かりやすい表現でいろんなことを説明しお話しくださるので、本当に素晴らしい博士です。うん、今ね、私がつけてる、後でね、ご説明しますが、横につけてる私、あれがね、メスク。目も、守れて、マスクでかけてメスクなんですけども、後でこれはね、またご案内します。まず、ドクター中松博士、どんな方かというので、626誕生日の VTR がありますので、それを皆さん見てみてください。626。数え94。素晴らしいです。もう本当に世界的有名な博士です。皆さんなかなかね、身近にこう感じなかったり、どんな方だろうと思われる方もいると思うんですけども、ぜひ見てみてください。どうぞ。自動重心安定装置、重力の中心と揚力の中心を自動的に合致させると飛ぶんだってことを、この模型飛行機を庭でね、その仙台のうちの庭でこう何回も飛ばしている間にそういうのが必要だってことが分かって、その発明を5歳の時にやったということ。まあ、世界の天才会議ということをやってるのも、かわいそうな天才をね、みんなで認めてやると。天才って大体かわいそうなんだよ。だからそれが世界天才ゲームを始めた趣旨であるんだけども、特許用の発明用の会社を作ったわけ。どう作ってあるかっていうとね、まずブレッド&バター部っていうのを作ってる。それと発明部と2つに分かれてる。どういうことかっていうと、ブレッド&バター部っていうのはね、全く発明とか特許とか関係なくて、どん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 稼ぐ部で、特許の方は、特許部の方は特許をやるためにどん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 お金を使う部、この2つをね、一緒にしてと、そういうシステムの会社にしなければ特許は続けられないし、新しいものも生まれないし、一方ね、ブレッド&バターの儲けるだけの会社ではね、全くつまらないね。これ僕らしくないよね。それ誰でもやったの、みんなどこでも。だから優秀な発明を続々と生まれて、しかも会社がずっと平均黒字で続いてくる。はい、ご覧いただきました。ドクター中松博士です。若いですよね。全然もう普通に何でもいろんなお話を教えていただきますし、今もね、子年齢なのに全然私よりも若いかもしれないです。週に2回スポーツジム行かれて、1時間プールずっと泳ぎっぱなしだったりとか、ウェイトマシーンで1時間ずっとマシーン上げて、もう何十トンっていうぐらいに1時間ずっとウェイトマシーン乗ったきりだったりとか、本当に体も鍛えていらっしゃいますし、筋力もすごいです。骨密度
骨年齢、脂肪年齢、体内年齢、血液年齢、いろんな検査をしても私と変わらないか私より若い数値を出してしまうぐらい、90代とは思えない20代30代の健康年齢を出してしまうのでね、ご自身全然リエルより若いよっていうふうにいつも言われてしまうんですけれども、本当にお元気です。ドクター中松博士、皆さんよくご存知のなんだっけ、ちびまる子ちゃんの歌ありますよねよく先生はポンポコリンの歌でポンポコリンの歌って言うんですけど、ちびまる子ちゃんでエジソンは偉い人ってあるじゃないですか。あれでなんでちびまる子ちゃんでもポンポコリンの歌はエジソンの方を歌うんだよって、僕の方が発明品はもう多いんだよってよくおっしゃるんですけど、エジソンは、生前1000飛んで93件の発明品をこの世に残されて終えられたんですけども、ドクターはねまだ現役の発明家で、もう毎月どん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 新しい発明を出していらっしゃいますからね、ちょうど今月の誕生日を迎えて、3678件っておっしゃってましたね。もう4000件弱の発明品が世にたくさん出されています。どんな発明かっていうとね、もう数々あるので皆さんご存知のものもあれば、全然気づけば身近に皆さんが使っていたりとか助けられていたりとか便利に関わっていたりもするものだと思うんですけども、それがなかなかね皆さん知られていないのが私的にはすごく残念で、いっぱいあります。皆さんご存知なのは多分灯油ポンプ、赤いねポンプのこうホースになった石油とかを組み上げたりする灯油ポンプ、あれはまだアメリカ海外とかでは全然ねサイズも大きいものがあったりとかして工事現場とかいろいろ使われたりとかしてるんですけど、日本だとねなかなか石油があんまりもう今身近なものじゃなくなってるので、ご家庭にね1個あるって感じもなくなりましたが、灯油ポンプ発明品です。あとフロッピーディスク、今はねもうフロッピーの時代でもなくなりましたけども、フロッピーディスクも中松博士の発明品。あとはドローンもそうですね。もう今ね昨日からもオリンピック開会式見ましたけども、ドローンのねいろんな画期的な使い方ありますが、あのドローンももともとは中松博士の発明品だったりします。今もいろいろ改良されてね、どん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 進化したりとかしてますけども、中松博士もう何十年前にドローンを発明されて作られています。あと映画にあるワイドスコープになりますけども、当時は中松スコープって言ってたんですけども、今は、シネマスコープになってますよね。あのワイドビジョンになる中松スコープもシネマスコープも中松先生の発明品。あといっぱいありますよ。もうカラオケとかファックス、電話、カテーテル、カテーテルは医療でねオペの時とか使う、心臓とか使うカテーテルもそうですし、うん、電話もファックスもそうですよね。もうたくさん身近なもので、今当たり前にあるものがドクターの発明品だったり、あと車の部品とか飛行機とかいろいろ移動するのにみんな乗ってるものの中に部品として先生の、もうその先生の発明品がないと動かせないような本当に大切な部品を発明されていたりとか、結構本当に世の中いろんな先生の発明品に皆さんが助けられてると思います。あと工業用テープとかもね、数々いろんなものがありますから、車とか建物とか建築のだとかいろんな場面で使われているテープがたくさんありますから、見えないところで先生の発明品は皆さんの生活に密接に存在しております。はい。そして、中間先生は海外ではめちゃくちゃ、日本でもね、まあ、知ってらっしゃることはもちろん多いと思うんですけども、でもなかなかね日本でいつもこう伺うと面白いユーモアあふれる方だとか、選挙の時によく見る方っていうイメージがかなり強いようなんですけれども、もう世界的評価がすごくてですね、世界ではニューヨークタイムズにも出たアメリカで講演協会が、アメリカの講演協会が認定してるんですけども、ニューヨークタイムズにも出まして、世界で最高講演料の高い12人に選ばれている日本人唯一の
人選ばれている方です。なのでね、1時間1万ドルの講演料を取るべき偉大な人という意味なんですけども、うん、もう海外ではすごく評価高い方です。そのね、認識があまり日本には浸透してないのがすごく残念なんですけども、発明家中の皆さんエジソンとおっしゃるんですが、もう全然上回ってます。4000件弱ですから。そして身近にいろんなもので生活を助けられたりとか、便利にしているものはドクター夏目が数々ありますので、皆さんにもっと知っていただいたらなと思います。626誕生日だったんですけど、よくね、先生がおっしゃるには、626ってアメリカではドクター中松記念日ということで、カレンダー見てもあるんですけど、記念日としてね、認められて設けられている記念日があるんですけど、日本だとね、記念日じゃなくて626って何の日か知ってるって言われて、先日626って何だろう、カレンダーに626はないよね、確かに日本のカレンダーにはと思ったら、日本では626は風呂の日って言うんだよって言われて先生調べんだとか思ったんですけど、626は日本ではお風呂の日らしく僕は626なのにな、お風呂の日だよ僕はっておっしゃってたんですが、世界ではアメリカではドクター中松記念日ということでね、設けられている日でもあります。そんな中松博士ですが、懐かしい動画を皆さんに今日は見ていただこうと思います。本当にね、もう何十年か前からすごい古い動画ですけども、先生の偉大さとか知らないエピソードとか分かっていただけると思うので、ぜひ今日はこれを見てみてください。どうぞ。中央部コロラド州コロラドスプリングス、乗馬を楽しむのは世界の発明王中松義郎博士です。そのままカーボーイスタイルで講演、拍手喝采を浴びました。 I'm also 中松博士は世界の発明コンテストで連続11年グランプリを獲得するという前人未到の輝かしい業績を達成。今年の夏、アメリカテスラー学会の招きを受けて渡米、コロラド州コロラドスプリングスで4日間にわたって開催された学会に臨みました。第11回のグランプリを受けたドクター中松エンジン2を一目見ようと大勢の科学者たちが集まりました。I really appreciate him coming over here and I really enjoyed itUplifting society and not just geared for personal gain. Perform in that way, I would say that is the most outstanding. Dr. Yoshiro Nakamatsu, known as the Thomas Edison of Japan, is the inventor of the floppy disk. This morning he conducted a workshop. テレビではトップニュースになり、ブッシュ大統領から親書が送られ、アメリカ各州でドクター中松デーが設定されました。これはニューヨークで開かれたコンテストでのグランプリ受賞のシーンです。ハーブやメリーランド、そしてニューヨークなど、相次いで中松博士を名誉市民とすることを州議会で決定しました。
here. I just want to also present you a citation. Charles? スポーツマンでもある中松博士はブッシュ大統領に代わってアメリカ大リーグで始球式を行いました。ピッチャーとしても中松博士はサインを求められるほどの人気者でした。三笠宮殿下拝謁。これはですね、熱しません。要するに水をここに入れまして、そうして、ここにスイートポリマーっていうんですね、一つの膜体を興奮するんですね。私が議長となりまして、高松の宮殿下拝謁。才能がある人です。そして激励ですね。本当にいろいろ前々から発売をね、伺ってもったいに感じしておりますが。テスラ学会会長は最高賞の意味についてこう説明しています。You have chosen great scientists. How many great scientists you have chosen? Well, we have selected five great scientists that we want to highlight and tell the world about because they have made significant contributions to the world. Can you name those five scientists? They are Archimedes in the ancient times up until about 1000 AD. Then we have the classic era, where we have selected Nikola Tesla, Madame Curie, アメリカ、コロラドスプリングスのヒルトンホテルで開催されたテスラー学会で、中松博士は古代から現代までの最も優れた科学者5人のうちの1人に選ばれました。中松博士は近代から現代までの部門で世界最高の科学者として選ばれたのです。はい、ご覧いただきました。すごいですよ、本当に。最初の発明は5歳ですからね。5歳の時に初めて発明をされた。まあでも実際はね、3歳の時に電話を考えたっていうのもあるんですけどね。まあ、公表してるのは5歳、初めて発明品を世に出したということでね。そこからもう、どんどん、もう、20代の頃にはもう、1000件ぐらい超えてたんじゃないですかね。うん。今も変わらず、もう毎月のようにどんどんアイデアが出てらっしゃるみたいで、今はこのコロナ対策をね、しっかり考えて、いろいろな、また皆さんに必要なものを発明していってらっしゃると思います。さっきの、動画の中にもあった通り、始球式。アメリカでね、大リーグで初めて始球式されたのは先生、中松先生とのことでね、他の、なんか私他の方だと思ってたりとかしてたんですけど、ブッシュ大統領の代わりに選ばれて任命されたのがドクター中松博士。大リーグで一番初めに始球式したのは僕だよって教えていただきましたが、本当に貴重映像です、これは。なかなか見れないですよ。うん。ニューヨーク州のね、名誉市民ですからね。何年か前か、忘れることもない、911のテロ事件、911の時に、皆さんね、足止めされて、なかなか帰ってこれず、いつ帰ってくるんだろうというのがあったんですけれども、もう、翌日には、シェリフのね、資格というか持ってらっしゃるのでね、911の日は翌日に戻られたという記憶もありますし、国賓でね、海外に呼ばれてお仕事をなさりに行ったりとかされてますし、海外の大学でもいろいろ教授だったり講師も講演されていらっしゃるので、
定期的に、今はねこの時期ですけども、海外にも1年に何度か講義講演されに行かれています。あらゆるいろんな州にね、講義に大学に行かれるんですけども、やはりアメリカの中でも、まあ同じ英語でも訛りがあったりとかっていうのがあるんですけど、先生はね本当に州によって同じ英語でも訛りをちゃんと踏まえた上で皆さんに分かりやすい表現発音を使って駆使されて講演されてらっしゃるので、普通ね綺麗な英語でいいんじゃないかなって思うんですけども、その訛りのあるところをちゃんとそこを分かりやすく自分のイントネーションとか発音も変えて講義なさったりとかしてらっしゃるので、もう本当にいろんな意味で温かい方でスペシャリストだなって思っています。以前の元アメリカ大統領トランプさんも教え子ということでね、ホットラインでお話しされてたりとか、海外に帰った時はアメリカに帰った時にはホットラインでお話ししたりとか、直接トランプさんに教え子ですからねお会いになったりするみたいですよ。またね次回アメリカ行かれる時にはトランプさんと何か密談でもあるのではないでしょうか。はい、ではドクターの販売店としておすすめする商品を皆さんにご提案したいと思うのですが、ドクター中松博士、あらゆる皆さんの身近に取り入れていただけるサプリメントとかいろいろな健康なども考えて作っていらっしゃるので、いろいろな今お話しした発明品は数あるんですけども、今日は皆様に日々の生活から取り入れていただき、元気な健康寿命を100歳年齢で健康な100歳を皆さんに迎えていただくために、ご提案しているものなどをお勧めしていきたいなと思います。まずリエルのホームページを開いていただくと、リエルで検索いただきますとこのページが出てまいります。そして今日冒頭にお話ししたあらゆるリエルグループの業務がありまして、下にスライドいただくと赤いこのアイディアって書いてる赤い愛の部分のところがドクター中松博士の販売店のページです。ここをクリックいただくといろいろな中松先生の情報を見ていただけます。そして、左から3番目ですね、カテゴリーのところを見ていただくと先生のいろいろな商品が見ていただけます。はい、これはね一番にもここにカタログがあるんですけども、これは先生のいろいろな商品が閲覧できるカタログができてまして、まあ、こちらから開くと先生の商品の説明だったり、裏両面表紙になっているので反対から開いていただくと私の活動内容などを見ていただけるカタログです。これもこちらからお求めいただけるようになっているので、ぜひこれもね分かりやすく先生の商品が閲覧できるようになっているので、ぜひ皆さんお手に取ってお一人一冊持っていただくと嬉しいです。そして元のページに戻って開いていただくといろんな商品があります。以前ね何度か回でご説明していますが20ですね、あとこれ全部同じ色になってるパッケージになってるんですけど、この色にも意味があります。ただ単に好きな色とかではなくて、カラーセラピーではないですが色によって健康カラーというものがありまして、これもブルーでも紺でも紫でもなくて健康カラーの独特の色なんですよね。なのでこの箱の色にももう目から入る健康志向が入っていらっしゃって、これも発明です。なのでこれパッケージと同じ色だからこれでいいんじゃないかとかって安易に言ってしまったりなんかするとディール分かってないよって話になるんですが、これも健康カラーで意味のある色です。なので目から入っていただいて箱からももう健康がもうそこからスタートしてる感じです。でこの箱にもまた先生オリジナルの発明がここにはたくさんありまして、ただの箱ではなくてこの箱何面にもこう巻物のようになってるんですね。なので普通に上から開封してあげて開けていただくと商品取り出していただけるんですが、巻物のようにこう何枚も何枚も何枚もこうくるくる巻いてるような状態になっているので、あと各面にいろいろな商品の説明だとか先生の説明だとか成分の内容だとか飲み方だとかいろんな説明が書いてる面によって
いろんなものを皆さん見ながら理解しながら口にしていただけるので、この箱も発明です。箱をね取り出してもこう説明取説とかなくなっちゃったりとか、とか見るのめんどくさかったりとかすると思うんですけど、必ず箱に書いていれば商品を取り出すときに見ますから、見るときに飲み方も間違えないし、どんな風にもっと美味しい飲み方もあるし、どんなこうその方に合った使い方とかもありますので、もう手に取るたんびにすぐ見ていただける、そこにも特許発明が入っています。20は20種類の薬草を交えて作っているブレンドしたお茶なんですけども、薬草っていうとすごく苦くて飲みづらいもののように思われると思いますが、もう全然飲みにくいどころがめちゃめちゃ飲みやすいというか、まず飲みにくいとかまずいとか個性的なお声を聞いたことがまず一人もいらっしゃらないですね。お子様でもアダルトでもシニアでも、年は年齢関係なく性別も関係なく、皆さんが本当に飽きずに毎日飲んでいただけるお茶です。20って言ってね、20の薬草の20と T お茶というね、 TY をかけて TA と TY をかけて20ってなってるんですけど、この名前もネーミングも先生僕発明なので、よくねダジャレ好きな先生っていう方も多いんですけど、ダジャレじゃないんだよと、このネーミングにも発明が意味があるんだよっておっしゃるんですけど、ダジャレじゃないそうです。もう本当にネーミングまでこだわってらっしゃるという。20種類の薬草が入ってるんですけど、美味しいです。まあ私的に言うとほうじ茶に似てるかなというとこですが、ほうじ茶よりももっとまろやかで美味しいですね。ほうじ茶もまあちょっとほうじ茶の香りがあったりとか、まあ、独特のとこもあると思うんですけど、20は20の香りもありますけれども、どんな方でも好きになっていただける香りと味ですね。あと甘いものを食べても辛いものでも酸っぱいものでも味が濃いもの薄いもの、全くどの食事にも邪魔にならない味になってます。かなり味にもこだわる先生なので、何度も何度も飲んで、自分で試飲されて作られているので、味にもかなり高い評価を持っていただけると思います。でこのお茶はどんな方でも大丈夫です。年齢問わずでなくて、何か不調を抱えてらっしゃる方とか、入院してる、何か治療されてる方でも全然飲んでいただけるお茶ですね。先生がもう何年前でしょう、80後半の時に余命宣告をされて、2年の余命宣告をされて希少ながんになられた時があったんですけども、その時もご自身も治療法がないと言われて、ご自身で発明したもので、もう口にするものから全て自分で作られ、自分の身をもって体験されて、もう完治されて、余命宣告された方がもう今も元気はつらつで、さっきお伝えしたみたいに若い数値をね誇られている健康状態なんですけども、こういうその時に作られた商品なので、自身が全部復活回復のために口にしていらっしゃったお茶ですから、全然何か治療されてたり不調があったりとか、何かこうお困りの方がある方でも、どんな方でもこのお茶は飲んでいただけるので、よく塩分控えたりしなきゃいけないとか、味の濃いものはダメだとかっていう不調の方もこれは飲めますので、やはりねお水ばっかり飲んでたりとか、味気のないものばっかり飲んでると治療するのももうつまらなくなってしまったりすると思うんですが、そんな中でも美味しいものを口にして頑張って病気と向き合い復活しようという意味を持たれても作っているので、これは本当に美味しく飲んでいただける20ですね。あったかくでも冷たくでもホットでもコールでも飲んでいただけます。そのまんまかけていただくとお茶漬けとかにも全然できますし、いろいろな形で使っていただけると思います。あと出がらしのものとか全部最後まで
絞り切った状態だと、今度はそれをお風呂の湯船の中に入れていただくと体も温まりますし、お肌はそれをなんかこう洗うように撫でていただくとお肌もツルツルになりますから、もういろんな最後の最後までいろんな形で使っていただける20です。はい。そして、元に戻ると隣がガンガンカレーですね。これはカレーであってカレーではないというか、普通刺激物とか香辛料とか召し上がれない方もいると思うんですよね。好き嫌いもあれば体調が悪いとか今ストップされてるというような方でも病院食としても召し上がっていただけるものなので、普通でそういう健康管理されててこう刺激物とか控えていらっしゃる方はカレーなど本当にもってのほかで、なかなかもう口にできないというつまらない食生活の中でも、これは唯一召し上がっていただけるガンガンカレーです。カレーの味がして本当に普通のカレーをいただく感じで美味しくいただけますし、アレンジしていただくとビーフとかチキンとかポーク野菜など入れていただいてアレンジいただいても構いません。これは頭の良くなるカレーとも先生おっしゃってるんですけども、免疫力も上げますし、スーパーフードとしても評価高くされてますので、ガンガンカレーもおすすめです。はい。そして、さっき一番初めにお写真で見ていただいた今日はメスクを最後に皆さんにご案内したいと思います。メスクはカテゴリーのページからマスクのページに行っていただくと、あるかな、カテゴリーのところから3段目かな、マスク下の方にちょっと下げていただけると、あ違うかな、メスクその下です。そう、真ん中ですね、一番下の真ん中。これ今先生がドクターがつけていらっしゃるんですけれども、去年のコロナの時期からフェイスシールドって皆さんよく聞いて浸透してるマスクだと思うんですけど、フェイスシールドってこうありますよね、顔にこう下敷きみたいなクリアファイルをクリアシートをこう覆ってるような、あのフェイスシールドも先生のドクター中本博士の発明品なんです。ただ、あれは世に出てるフェイスシールドはフェイスガードっていうのは先生のデザインっていうか内容を全く度外視してリーズナブルにデザインだけを同じように作ってるものだったりするのが多いので、まあ似て非なるというか、フェイスシールド先生がもともと作って、先生の発明品はこのスーパーメンなんですけども、これはもっと軽くなったメスクで、この見えますかね、ここのねシールドがあって、これ折りたたみもできるようになっていて、折りたたみもできるようになっていて、でポケットに入れたりとか携帯してできるんですけど、このシールドがあって、このシールドが光らないし反射しなくて抗菌にもなってる、除菌にもなっていて、これがもうシャットアウトできて目からも飛沫を守れる。そしてここに、不織布マスクのまたこの同じような普通のマスクに見えるんですけど、これにも特許が入っているので、このようにかけてこうやって使っていただくといいと思います。なので目も守られて口も守られて全てが守られる、しかも軽いです、めちゃくちゃ軽いんです、うん、これが、カラーもね白だけではなくて赤ピンクと黒もご用意しているので、ぜひぜひこのページから皆さん手に取って使われてみてください。はい。これは何度でも使えます。もう抗菌してるので使えますし、マスクもフィルターが交換ができるように付属でついてますので、何度でも使っていただけるメスクです。はい。今日はドクター中松博士の回でお届けいたしました。リエルのグループでは、リエルグループでは、今のホームページでいろんな業務を行っているので見ていただけたらと思いますし、インスタグラム、フェイスブックなどもやっております。ぜひ、そうですね、上の方がフェイスブックとインスタになっております。リエルグループの、サイトQR コードで読み取っていただき、または検索いただいて、ぜひ、いいね、
またはフォロワーになっていただくと嬉しいです。はい、今日はドクター中松博士のハンパーティーでお届けいたしました。また次回は違うテーマでお届けしますので楽しみに待っていてください。では皆さん、良い週末をごきげんよう。柴田理恵でした。